上原浩二、大谷は芸能人じゃない。上原、アメリカで結婚しましたとかっていう報道とかもそうですし、今追いかけられることで疲れてるかもしれないですよね。上原、だからそっとしておいてあげてほしいです。野球選手なんです。大谷選手は芸能人ではありません。上原、大谷選手の活躍は報道するべきだと思いますが、だとしたら他の選手の活躍も報道してほしいですね。上原、大谷選手のプライベートの報道を他の選手に回してほしいものです。これは上原は正しいことを言ってるやろ。優しいな上原は。上原は大谷がテレビで放送されるために嫉妬してイライラしている模様。あのな、お前が見たいものをテレビ局は放送しているわけじゃないんだよ。お前が雑草むしりながら自分の腰つきで紹介すればええやん。俺は見ないけど。ではその時間は芸能人や政治に使えますね。上原は本当は味方やったんや。最近はむしろ芸能人の話題をワイドショーであんまりやってなくない。 SNS が発達しすぎて芸能人同士で結婚しても記者会見なんてやらんし、長い尺取ってやるのは不法の時くらい。プライベートに関しては報道せんでえな。大谷が自ら語ったプライベートだけ報道すればええ。結婚とか睡眠状況とかな。大谷は芸能人超えてるから知らない。でも大半の人は他の選手なんて興味ないんや。まあ打者が大谷がすごすぎて他の選手がな。で投手だと大谷の同僚山本がギリ需要ありやろな。ネット民は聖夜とか今長野ちょっとマニアックな情報を欲してるんだけどな。あやは野球には興味ない。大谷が好きなんや。それだけや。大谷の話題やめろ。おーおーって内心を持ってそうで草。いや内心じゃなくて雑草完全にそう言ってるやん。大谷選手の高校の先輩の菊池投手が大谷選手の同僚の山本投手が大谷選手と WBC で一緒だったダルビッシュ投手が大谷選手と同学年の藤浪投手が MVP 勢のトラウトまで大谷の元チームメイトだし、ベッツとフリーマンも大谷のチームメイトだからな。こいつに関しては大谷の情報を一切聞きたくないだけで、他の選手の情報が聞きたいわけじゃないからな。確かに別にテレビで知る必要がないからな。結局かにいる主婦と実産バッサンが興味持つかどうかが全てだからな。管理人のつぶやき。上原さんは正しいことを言ってもおかしなことを言ってもネットで論争が巻き起こって常に話題の中心にいることは間違いありませんので、自信を持ってご自身のお気持ちをバンバン発信してください。あとは私が広めておきますので。野球が好きなみんなはポチッといいねとチャンネル登録よろしくお願いしますのだ。ではまた次回の動画で会おう。